皆さんこんにちは。今日は子どもたちが好きな服を好きなだけ買うということでアウトレットモールに行ってきました。このビデオの最後には買った服すべてのファッションショーもやりますのでお見逃しなく。できる？でそれ一応試着ね。いいでしょ？あ、いいんじゃない？Maybe too big? No, it's good. Good? No, that's probably that. Perfect? It's perfect.男の子のズボンを探すのって難しいですよね。サイズ 8? じゃあもうちょっと大きいの買えば体育にフィットするとかでしょ。Okay. Oh, いいじゃん、かっこいいじゃん。5 year old. じゃあ14じゃなくて13っていうの見てみたら。 Hey, that's a jacket. 見つからないか。じゃあダメだ。ギャップのお買い物終了。 What's next? ここのアウトレットモールは去年だったんです。 H&M にやってまいりました。 H&M はギャップに比べるとちょっと値段がやっぱり安いかなと私は思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。ジーンズよりなんかスウェットパンツの方がスウェットパンツ系、うん、いいよ。 He said I can't take on him. He said I can't take on him. ねえ、コビ、it looks like Kobe's stuff, huh? Your face is red. Yeah. 本当に似合うよね。いいよ、いいよ。ライアンも洋服を見つけてきたみたいです。You don't want them to fit perfectly right now. You want it to be a little bit big. But I think that would be too big. Yeah, it's pretty good. Now, for now, this is Kobe's favorite. They're not perfect. Thank you, man. Hey, Kobe. H&M 終了。次は私の大好きな場所です。ここはホットソースなどを売っています。たくさんの種類があるでしょ。これはですね、辛さの度合いを表しているみたいなんですけど、一番辛いのがこのカロリーナリーパーというらしいです。These two guys. So this one on fried chicken and ham is really good. It has a bit of a sweet flavor and then it has a little bit of heat afterwards. Little sweet, very in the beginning. Yeah. Then has flavor afterwards. Yeah. Wow, I like this one though. Yeah, I've already sold 6 bottles of that today. Yeah? Is that one? Is this your... What is that? Right there, and today is the 18th. この一滴がやばかった。初めはあんまり感じなかったんだけど、ここから一気に来たんです。このようにそしてね、マスクした途端に一気に顎がね、本当に外れそうだった。超辛い。これは辛い。でも本当に辛い。さあ気分は入れ替えてオールドネイビーに行きます。せーの、パケンパケンパ、うまうまい。オールドネイビーっておそらく H&M ギャップに比べると一番値段が安いと思います。この洋服また買おうとして、去年も同じような服買って、また今年も同じ服。まあね、あ、カイ君これは？ライアンの大好きなマンドロリアンの T シャツ、そしてローブロックスの T シャツ、
壊れてないよ。さあ、それでは今からファッションショーです。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。よろしければ LIKE、 そして登録の方をお願いします。もしさらによろしければコメントの方もどうぞ。それではまた。アホママサブスク